冗談だと思うけど、決して嘘じゃない。ああ、イングランドからだ。そう、イングランドから歩いてきた。三日間歩き続けたんだ。気づいたら、アマゾンガーにいた。河川敷っていうのは、 現代最後のロマンスなんだ。冷房の効いた実装で 4K のポルノ映像を見ることよりも、雨と汚れでしわくちゃになった汗と裸の方が来るんだよ。めちゃくちゃね。歩いた数だけ、きっと息子には元気が与えられる仕組みなんだ。でも正直、まだお目当ての物は見つけられていないんだ。 ああ何度も引き返すことを考えただけどここできた道を引き返したらそれはつまりもう二度と自分の性域と向き合えない気がするんだ分かれ道を迷うのはいいでも迷うたんびに戻ってたらいつか大事な選択肢も逃げてしまうそんな気がするんだ男としてそれだけは許せないそれにこの冒険の果てに見つかったものなら何でも絶頂できるはずだよ すでに俺たちはジャングルエルボンを見つけたらでもまだこれで満足はできそうにないんださらなる卑怯の未知なる興奮を求めてロマンスを追いかけるよセント